ロボットロボットロボットチャンネル。おげー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 。どうしたんだい？お腹が空いたよ。お腹が空いて泣いてるの？おげー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 。おげーおげー。僕のご飯だったんだけどな。おげー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 。仕方ないからこれを一緒に作って、このメガマウスザメグミを一緒に食べよう。嫌だけどね。本当は嫌だけどね。開けるよ。本当は一人で食べたいんだけど。粉ゼラチン 50g とジュース 160cc、 水 110cc をこの中に入れていくぞ。これして、じゃあお水を入れます。今回はグレープジュース 100% を使います。 160cc。 うわ、もうゴミになっているやつがある。混ぜたら今度は沸騰しないように火にかけるよ。溶けてきたやん。いや、溶けてきた。ファイチェファイチェ。コーラを叩くな。ファイチェ。コーラを叩くな。ファイチェ。コーラを叩くんじゃない。粉ゼラチンがよく溶けたところでストップ。ちょっと冷まします。ほら。じゃあ、冷ましてる間にこれを組み立てるよ。じゃあこの中にこれを入れる。これをはめる。やっぱこういうの苦手やな。入った。うわ、入っとる。よしよしよし、入ったぞ。トレーの組み立て完了。か、ちゃうよ、完了してへんや。これもいるわ。入った？入った。お、入った。グミトレーの組み立て完了。火にかけてた材料を冷めたらこの中に入れます。45度ぐらいだよ。それでこれを持ってこの中に入れます。お、上手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 。ストップストップストップ。やばい。トントンして空気を抜いたら冷蔵庫に入れて約60分冷やします。 60分。あ、1分やさあ、出来上がったよ、赤ちゃん。ちっちゃい方のグミから開けてみようか。ゆっくりゆっくりゆっくり。おお、すごいすごい。なんかここがなダイオウグソクムシ。ダイオウグソクムシ。オウムガイ。オウムガイ開けてみようか。よいしょー、オウムガイ。いいやいいやん、結構ちゃんとできとうやん。メガマウスダメを開けて。おお、こんなん出てた。そう。おお。じゃあ外れた。行くで行くで行くで。ドドンドドン。行けるかな。怖いな。じゃあ切っていくぞー。よ、うん、切れてないな。切れてないよ。よっ。おーおーおおおお。頭のないサメが完成。
ハゲたな。ハゲた。ふにゃふにゃなってまうよな。骨が。そうやな。食べるためにこれを抜いていくぞ。出た。骨出た。骨取れた。4。おお、すごいすごい。綺麗。あ、でも汁、でも尻尾が一番綺麗や。いただきまーす。でも味せえへん。うん。味しない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 。かき氷とシロップとかでやった方がもっと味が出てよかったかもね。お腹いっぱいになりそうですか？動画を